強いな。なんかね、南風っぽいんですけどね。多分関西の方の雨がこっちへ来始めたかな。明日はすごい雨荒れるよっていうような予報なんですけど、ちょっと、やだな。日曜日はちょっと雨でドライブって感じじゃねえかななんて思いますが、はい。てなわけで、今日のお題はお題はっていうか、最近私のチャンネルも、これから G の買いたいんですけどとか、ちょっと G の買おうと思ってるんですけど、というような方たちがちょっと、私の方に質問を、投げかけてくれましてそうだな、それにお答えしましょうか。今までね、この G の乗ってて乗り心地がどうのこうのって話って一切してなかったんですけど、そんなに悪くないっすよ。振動はね、軽は仕方ないっすけど、それなりにいきますけどね、乗ってる分に問題はないと思いますね。で、私がちょっと小太りなのかお腹が出てるのかわかんないですけど、シートのフィット感は私はいいです。ちょっとこう、なんだろうな、こう湾曲してて、背中腰、ちょうどよく収まってます。なので、なんだろうな、長距離乗ってもそんなに疲れない。なんかこうシートがこう包んでくれてるって感じがして、レカロとかね、そういう、ちゃんとしたガシッとこう押さえてくれるシートではない普通の純正のシートなんですけど、長年の間にへたったのかどうかわかんないですけど、収まりはいいです。なので300キロ、400キロ、全然疲れないですね、私はね。なので乗り心地はそんな悪くないですよ。で、エンジン音もね、ある程度聞く。ロードノイズはこれはもうしょうがないですね。タイヤと路面の状況がね、新潟の場合は悪いですから、エンカルとか食塩とか、ああいうのでナトリウムとかで、浸食されてますから、で除雪車とかね通るんで、路面の方が悪くて、そのロードノイズはしょうがないですよね。で、他県に行くと、平地ですけど、平地ですけどは全然静かですね。だからアスファルト引き直したようなところはね、全然静かです。タイヤは、ブリヂストンのなんだっけ、エクストリーだっけ、なんかそんなやつ履いてますけど、全然いいですよ。で、ショックも、ショックアブソーバーも純正ですけど全然悪くないです。でも17年半か経ってますけど、どうしようかなって感じですね。本当にオイル漏れとかがあって、底付きガツンガツン、バネがあるから大丈夫だと思うんですけど、ショックアブソーバーの役目を果たさなくなったらやっぱり交換かな。でもその時も純正にしようかな、なんとも考えてます。サードパーティー社外品はちょっと、今回ジノ君に関してはやめようかな。ワゴン R はね、テインの車庫帳入ってますけど、ジノに関してはちょっと純正がいいかな。
ものがなければ仕方ない社会になるかなと思います。もしくはつけられるもの当時のムーブとか、オプティとか、そんな感じであればつけられるものをつけようかななんて思ってます。あとそうだな、振動はね、まあ乗り心地イコール振動みたいな感じなんですけど、それは全然ないです。あれここのあれ、あ、ドサンコ建て替えた。ほら、まあもう50年も60年もやってた店建て直したな、はい、余計な話はまあ そこまでにしといて、でまああとは外装ですよね。これもしょうがない、でこれ気づいたのが、この車は多分後ろのバンパーとか、それからどこだったっけな、ボディのあたりちょっと歪みがやっぱ出てますね、後ろのハッチバックの隙間が全然違うし、まあ屋根が亀裂が入ったっていうところからも、ボディの歪みはしょうがないですけど、でもそれが乗り心地を悪くしてるかといえばあんまり関係ないですね。全然余裕でですよ、長距離、それからあと何年かな、5年10年は乗れる車なんじゃないかなと思ってますけど、例えばいつの間にかね、あの買った当初このハンドルがちょっとこう左にね、左に傾いてたんですけど、前回の車検の時かな、前回のっていうか、まあ去年なんですけど、車検の時にディーラーさんがこう、これこのぐらいだったのをまっすぐに直してくれたみたいです。多分気になったんでしょうね。ちょっと斜めてたのを戻してくれました。あ、なんでその辺でもやっぱりあの、なんだろう、乗り心地じゃないハンドル操作に関しては、癖がなくなった、癖がなくなったっていうか、そういうことを意識しなくても、ちゃんとした位置にハンドルが来てくれて取り回しが楽になった、そんな感じですね。あとそうだな、たまにある質問まあ金額はねピンキリですよ。あと車の状態ですよ。当たり外れはねしょうがないっす、まあ自分の場合はこれ当たりなのか外れなのかどっちって言われたら、まあ当たりの方じゃないかなとは思うんですけどね、まあ、この G の15年で買ったんだっけ、15年の車検が終わって買った時ぐらいので買ったのかな、で30万、車体本体30万、手続きなんだかんだで当初は35万ぐらいだったかな、まあ後々あっちこっち直したり部品交換したりしなきゃいけなくなったんですけど、でも買った当初のことを考えると当たりだったんじゃないかななんて思います、燃費もいいしね、でギアも全然問題なく、たまにローが入りにくい場合ありますけど、でもそれはあの、なんだろう、ギアのあとクラッチの切る位置とか、まあ、そういうそこら辺を調整したりして、でよくやるのがあのシフトで信号ストップで再スタートって時に、まあ、ニュートラからローに入れるんですけど、まあ、入りづらい時はまあまあちょくちょくありますけど、でも一旦4速に入れてそれからローに入れるとか、
セカンドに入れてからローに入れるとかってやると全然問題なくスッと、入ってくれますから、まあ、その辺は、個々の車の癖を掴んで、それになれるぐらいしか言えないかな。なんで17号線をずっと北上してますけども、あでも夕方になってちょっと涼しくなったかな。昼間めっちゃくちゃ暑かったんだよな。もう夏と一緒ですよ。汗だらだら、窓を全開全開じゃねえか、まあ、両側助手席と運転席の両方開けて風を取り込んで涼しいしてましたけど、まあでもこれからエアコン、使うようになんだろうな。まあそんなんで、まあそんなんでいいかな。でもまあ17年ね、発売からまあもう20年以上ですよね。最初の G の1997年だっけ、8年だっけ、あれそのくらいでしたよね、最初の初代ね。それ考えて20年ぐらい経っても十分走れる車だから、全然私のこの G のはいいです。リッター20、平均がリッター21点ちょいかな、22弱ぐらいかな。なので全然燃費もいいですし、あと、エンジンも、前のオーナーさん、まあ、前にも言ったと思いますけど、エンジンしっかり回してくれてたので吹き上がりもそれなりに乗用車等まではいかないですけど、まあ、軽の中で NA でこれだけの吹き上がり加速してくれるんであれば、もうこの車は買って当たりでしたね。ということで、旧六日町、の、市内に入ってきました。はい、そろそろこの辺にしよっかな。まあ、またなんか質問があれば投げかけていただければ、なるべくその早くっていうか、まあその日のうちぐらい、返事させてもらおうかなと思います。まあ、ちょっとね、たまに長文になって申し訳ないなと思うことあるんですけど、まあそうなんだろうな、説明とかが入るんでちょっと長くなっちゃう場合がありますけども、その辺はご了承いただいて、なるべく早く当日というか24時間以内ぐらいには、返答を返したいと思います。なるべく、まあ今までもそうやってたんで、その辺は変わらずにやっていこうかなと思います。はい、ということで、今日はまあ一つだけですけど、一つ二つぐらいですけど、最近のご質問に対するお答えをちょっと喋ってみました。まあチャンネルのそのコメント欄の方でも返してるんですけどね、一応改めて喋ってみました。はい、ということでこの辺で、終了しようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。ガオチューでした。また次回どこかでお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。